11月29日ストーブリーグまとめ。ヤクルト、石田に4年総額4億円規模の契約を提示か。ヤクルトが国内フリーエージェント FA 権を行使した DeNA 石田健太投手30と29日にも初交渉することが28日分かった。4年総額4億円規模の契約を提示するとみられ、獲得に向けて最大限の誠意を見せる。リーグ5位に終わった今季のチーム防御率 3.66 は12球団ワーストで、V 奪回に向けて投手陣の整備が急務。特に左投手は不足しており、2016年には先発で9勝を挙げ、20年にはリリーフのみで50試合に登板するなど、両方のポジションで適性を発揮してきた石田は補強ポイントに合致する。高津監督は25日の三冠者デーを、来季に向けて変化が必要、今までと一緒のように過ごしていてはダメだと思うと再起を期す決意を明かしていた。通算239試合に登板している左腕が加入すれば、戦力に厚みが出て、チームに新たな風が吹き込まれることは間違いない。獲得を目指し、全力を注ぐ。まあこのくらいなら、でも石田に置くか。決まりやね。すげえ、石田ウッキウキやろ。石田レベルでもヤクルトなら2番手やぞ。石田ってヤクルトっぽい。最大限定位かっこ山崎の半分。成瀬にしかならんと思うんやが、成瀬には実績があったやろ。石田ってそんな粘られる選手なん。成績見たが普通に年1億なら有料やと思うが、成績以上に見せてイライラしてくる内容を週1で見せられる。だって石田だぜ。本当に C ランクかってくらい調査されないな。中継ぎできるし損もないような気がするが、どうぞ持って行ってください。横浜もこれぐらいは出しそう。山崎との温度差がようわからん。ここまで違う。そもそも横浜もこれくらい提示してんじゃないの。石田はなぜ4勝9敗のタイミングで FA したのか。株とか知らないんかな。そら買い叩かれますわ。来年まで待ったら B ランク強制されて解説かないじゃん。そこまで年俸上がるわけねえだろ。ピーターズ抜けたし、市場に出てる先発がもうこいつくらいしかいないからいいんじゃない。出来高込みなら相当安い。まずは先発で厳しくても中継ぎ経験あるのも大きいな。天敵中日に強いんだから理にかなった補強。開幕投手3回の大投手に1年あたり1億って舐められすぎだろう。なお3戦3敗という会社だって。そんなに横浜出たいんか。横浜も先発枠がばやろ。横浜は石田を便利屋にしたいけど、本人は先発にこだわりがあるから先発確約してくれるとこに行く。おい石田、良い条件もらってよかったな。ヤクルトでも元気にやってくれ。巨人角脇2260万円増の3100万円。巨人の門脇誠内野手22が29日都内の球団事務所で契約公開交渉を行い、2260万円増の年俸3100万円金額は推定でサイン。身が引き締まりましたし、それ以上の成績を残していこうと思いましたと頷いた。1年目の今季は春先こそ苦しんだものの、126試合に出場し、打率2割6分3厘3本塁打21打点11盗塁をマーク。9月に入り、遊撃から三塁へコンバートされた坂本に代わり、シーズン終了まで遊撃を任された阿部新監督も来季の遊撃レギュラーに指名。背番号5への変更も決まっており、評価していただけたのは嬉しい。特にプレッシャーはないですが、やるべきことをやるだけという思いと気を引き締めた。門脇かなり評価されてるな。門脇約4倍か。よかったよかった。来季もっと飛躍し、来年ショートレギュラーだぞ門脇。当然だろ。門脇キャプテン酸素カプセルも専属トレーナーもさらにレベルアップできるね。全体的に渋いけど門脇にはかなり出したな。球団の顔代ってのがあるからな。間違いなく今年は門脇だろ。4000万くらいでも良いくらいだぞ。門脇はもうちょい上げてもいいと思うわ自分も。まあ来年やな。ブレイクしたけど来年も寮生活なのか門脇は。新しくなるジャイアンツ寮なら最新の設備が使えるし、向上心の塊みたいな門脇なら選択できたとしても普通に寮生活選びそう。巨人秋広2620万円増の3250万円。巨人秋広優斗内野手が29日都内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、2620万円増の3250万円金額は推定でサインした。アップ率は岡本和真、高木京介、城別吉に次ぐ球団歴代4位の 416% となった。今季は開幕2軍スタートだったが、4月18日に1年半ぶりの昇格を果たすと、プロ初安打や初本塁打、7月には4試合連続本塁打も記録。シーズンの規定打席こそ4打席足りなかったが、121試合に出場し打率2割7分3厘、10本塁打、41打点と高卒3年目で大きな飛躍を遂げた1年になった。印象に残っている試合はプロ初本塁打を放った4月29日広島戦東京ドームという、ずっと目標にしていたところですし、自分的にも嬉しかったです。その後、いつもお世話になっている中田翔さんがサヨナラホームランを打って、お立ち台に2人で上がれたというのは、すごく忘れられない1日になりましたと話した。秋広3250か、大体予想通りやな。秋広自主トレの米は自分で買えよ。秋広は実質ステイ到達って査定かな。秋広は来年こそ進化が問われるけど、後半戦で一気に対応してきた門脇に比べるとだいぶ不安あるわ。はら、規定打席に足りなかった悔しさをバネにしろ。わざと足りなくしたろ。秋広は軽くていいな。お、秋広3000万円乗ったから息倍増狙おう。とりあえず秋広の脱退応援歌は捨てて中田の応援歌使ってくれ。DeNA 強打、現状維持の5000万円。DeNA 強打陽太内野手29が29日、横浜市内の球団事務所で契約公開交渉を行い、今季年俸の5000万円から現状維持でサインした。強打はさっきまで中日で6年間プレイ。サクオフ、砂田義樹投手28との交換トレードで DeNA に移籍した。今季は開幕スタメンに名を連ねるなど93試合に出場し、打率2割2分7厘の成績だった。本業の遊撃の他に、三塁や一塁の守備もこなした。今季を振り返り、何もチームに貢献できなかったと悔しさをにじませた。DeNA の遊撃は今季終盤にルーキーの林が台頭。レギュラー獲得へ意欲を見せ、レギュラー目指して、やっぱりショートで1年間試合に出続けたいと意気込んだ。金額は推定、中日なら下がってた可能性はあるからな。よく5000万も出せるな。強打も夏痩せするタイプなんかな。ドーム球場はその辺楽だったのかもね。ショート頼むで。期待のショート森が沈んでしまったから、来年は林と勝負になるんかな。森はシーズン後半に手術までしたから来年は2軍スタートやろね。1軍スタメンは強打と林の競争で間違いない。強打はいろいろと不遇だったからな。ショートの熱い戦い
始まっとるな。来シーズンは京田と林の調子見ながら併用が一番いいわね。そういや思い出したけど京田来年 FA 取得予定やったっけか。複数年結んでないならシーになるんかな。中日が調査したら面白そう。京田来年こそやってくれよ。日本ハム軍事825万円増の1800万円。日本ハム軍事優也保守25が29日北海道北広島市内の球団事務所で契約交渉に臨み、今季975万円から825万円アップの1800万円の提示を受けサインした。今季途中に中日からトレードで加入。キャリアハイの55試合に出場し、8本塁打を含む3本塁打、打率も2割5分4厘、得点圏打率3割5分3厘と決定力の高さをアピールした。来季へ向け、来季は規定打席に立ちたい。ポジションの問題もあるかと思いますが、そのためにはずっと試合で使ってもらえるような活躍をしないと。そこに向けてオフもしっかり過ごしていきたいと意気込んだ。金額は推定。トレード大正解だったな。これはガチでウィンウィントレードだった。よかったな。中日のままならチャンスはなかったかもね。移籍したの6月くらいで1軍には3ヶ月くらいしかいなかったのに、こんなに上がるんだ。でも守備位置ないよね。セカンド軍師、打てるセカンドや、宇佐美と斎藤も年俸上がってるからマジでウィンウィンだな。中日の2軍要員からハムの1軍レギュラー争いだもんな。何が起こるかわかんねえわ。斎藤宇佐美と山本軍司のトレードの結果、斉藤2300万プラス1000万、31試合 24.2 回防御率 0.73、 宇佐美4100万プラス1100万、打率2割8分2厘3本14打点 OPS694、 山本2000万プラス650万、26試合24回防御率 1.50、 軍司1800万プラス825万、打率2割5分4厘3本19打点 OPS650。 ウィンウィンやん。中日組の端数ってご自慢の査定通りだからか、全員使えたってこれ以外にあるんか。かなりレアケースよね。これだけ見ればウィンウィンなんだけどさ、宇佐美放出の陰には伏見加入があるわけよ。昔は大型トレード結構あったよな。大砲屋のと川くじみたいな八つ股みたいわ。残ってたら首間違いなしの斉藤が一番幸せやな。こういう幸せなトレードが増えるといいわね。宇佐美は嫁より稼いでいるのかどうか。中日渋いイメージあったけど、宇佐美の出場69試合226打席で結構上げるんだね。ウィンウィンで両方再開というのがいい。中日中島博之が入団会見。中日入団が決まった前巨人の中島博之内野手41が29日名古屋市内の球団事務所で契約を交わし会見を行った。今季年俸5000万円から大幅減となる2000万円プラス出来高で新たなスタートを切る。2000安打まであと72ポイント迫る中で巨人の戦力外となったベテランは新戦地での活躍に自信を示した。心機一転、ドラゴンズに入団させていただき嬉しく思います。また勝負できる気持ちもワクワクする。喜びが大きい。バットに当てるのは得意かな。チャンスで回ってくればやる気になってしまう笑い。得点圏が売りです。プロ21年目の今季は春季キャンプの後発戦で右手に子宮を受け骨折。7月に1軍昇格したが、8試合に出場後は出場選手登録を抹消され18打数5安打に終わった。42歳を迎える来季は2000安打への挑戦も注目されるが、最近は周りが言っているほど気にしてない。その打席で勝負している。その結果でと淡々と話した。金額は推定。さすがにもう厳しいっす。あと72本は結構遠いな。点。絶頂期は頑張ればトリプルスリー達成できる可能性は秘めた選手だったのにな。守備ファースト以外無理でね。わくい。宇佐美に続いてまた一人妻が芸能人の選手が加入か。そういえば嫁が超絶美人の相沢さよだったな。ビシエドのお尻を叩く役割なら期待できる。つか代打がおらんからな。スタメンなら2番とかも面白いかもな。つなぎではなく打てる2番。現役生活で打った経験ないやろけど2番も面白い。まあお前らよく考えてみや。代打で中地出てきたら嫌だろ。中地以上の野手がどんだけいるんだよ。チュニドラに。オリックス吉田輝星が入団会見。日本ハムからオリックスにトレード移籍した吉田輝星投手が29日大阪前島の球団施設で入団会見を行った。24日に黒木裕太投手との交換トレードで移籍が発表。5日後に開かれた会見では気持ちの整理がつかなかった。ようやく落ち着いてきてオリックスで頑張ろうとなってきたと新天地での奮起を誓った。新たな背番号は23に決定した。オリックス9には大阪も初めてなので教えていただけるとありがたいですとお願いも。打線もすごくいい。投手陣の球速が速い。するべくして3連覇していると思うと印象を語った。金足農工時代に甲子園を沸かせた秋田県出身の22歳。ストレートはずっと磨き続けたいと意気込む。檻の帽子になれないな。覚醒してくれるといいけどな。趣味の番号やん。オリックスなら1軍レベルまで育ててくれるっしょ。リリーフならいける。もうドライチ特権は通用しないからな。ダメならクビになるだけだし本人も気持ち入れ替えてやってくれるだろ。普通に期待しまくってる。大阪に馴染めるかな。リリーフなら悪くはないけど檻投手陣に食い込めるんかな。前島の魔改造で配線処理くらいにはなると思ってる。配線処理投手も絶対に必要だからファームで腐るよりは圧倒的にマシだな。このトレードはオリックス側が吉田を欲しがったかららしいし、多分積極的に使うやろ。ヒゲ生やして雑草魂でやろうや。まさか黒木で吉田取れるとは思わなかったわ。広島獲得したら面白いけどまあないよな。ラストチャンスのつもりで頑張れ。オリオールズが噂はえ2年以上のメジャー契約を検討。大人気の日本投手市場にメジャーが新たなターゲットを定めた。オリオールズが噂はえ2年以上のメジャー契約を検討していることが判明した。金額は決して高くはないが先発の4、5番手として見込んでいるようだ。米球界関係者がそう明かした。年俸は200から300万ドル、約2億9600万円から約4億4500万円で今季のメジャー平均490万ドル、約7億2600万円を下回る見込みだが、26人のベンチ入りメンバーとして増加している。ツインズからフリーエージェント FA となった前田健太投手35がこのほどタイガースと2年総額2400万ドル、約36億円で大筋合意。
さらに DeNA からポスティングシステムでメジャー移籍を目指している今永は、米メディアでは5年総額7500万ドル約111億円と契約規模が予想されるなど、NPB 出身の投手への評価が高まっている。先発補強を狙うメジャー各球団は、今季リーグ最多170回を投げた上沢のスタミナ、安定した制球力に期待している。来季のオリオールズ先発陣は、今季168回を投げたブラディッシュら3人が当確。4、5番手の先発が補強ポイントだ。今季の総年俸はメジャー28位の約7100万ドル約105億円と、低い予算編成。年俸を抑えながら、完成度の高い投手はオリオールズが求める条件に合致する。マジかよ、一番最初に噂は決まるの？そら高騰も戦士、もしかして意外と需要ある？今季年俸1億7000万、2年くらいメジャーでやって、ソフトバンクに戻る有原式でいいやろ。格安ガチャで良ければすぐ決まるよな。激安やけどメジャーリーガーにはなれそうか。やっと日本人でも、ピッチャーは評価されとんな。まだ決まったわけやないんか。一つの球団が欲しがったら欲しくなる球団あるやもしれんで、期待されてなくていいな。富士より下の評価なのか。安、まあ2年やって活躍すれば3倍とかになるか。噂は信じちゃいけないよ。噂はメジャー契約できるにあったらて、色めっ立つ投手結構おるやろ。妥当やろとは思うけど、藤浪より安いのはちょっとかわいそう。噂はでもって言うけど、今の NPB で噂はより実績ある先発5人もおらんやろ。上原みたいに抑えになって無双する展開ありそう。よかったじゃん、夢が叶いそうだな。ええやん、頑張れよ。ソフトバンクに帰ってくるなよ。野球はなんで強打者から並べないの？一番いい打者に一番打順が回る方が良くないか。そうだよ、 OPS 順に並べるのが最強だよ。全盛期バリーボンズ9人並べればそれでいいからな。先に打ってる上にいる走者を返すゲームだからや。ランナーがいる状態で強打者に回した方がいいから。仮にシーズンを通しての得点期待値が上がるとしても、勝利期待値が上がることを証明するのは難しそう。打点稼げないからもったいない。それなら1、2番にそこそこの打者を置いて3番に置きたい。ランナーいないと強打力がもったいないからね。2番に強打者も3番に強打者いないと意味ない。勝負避けられて抑えられる。9番にそこそこ何かしらできるやつをかなあかんよな。これやるならダミレス。9番倉本、これは正しかった。7、8、9にある程度出塁できる選手を関東1番は全然打点稼げんよ。実際3番が正解やろ。草野球なら1番打つやつから並べていくな。相手バッテリーの気持ちを考えたら割と簡単。立ち上がりの不安定な時にランナーありの状態で最強打者を迎えるのが最悪のパターン。最強打者を最初に消化できたら、あとはどんどん落ちていくだけや。気持ち的には楽やろ。日ハム小笠原、2番こそ強打者を置くべきだぞ。1番佐野、2番宮崎、4番牧野、打線好きだったのに。俺佐野が怪我の影響高で成績落としたから失敗扱いになったけど、やってることは間違ってないよな。ヌートバー、近藤、大谷、吉田の 1,2,3,4 が完璧すぎた。 MLB はどうか知らんけど、日本は4番進化化されてるし、4番打ってる選手もチームの4番は自分という軸持ってるからな。同じクラスの選手が複数人いてこそやろ。打線弱い状態で置いても効果は薄い。優秀な選手がたくさんいれば打順なんてぶっちゃけどうでもいい。打順を工夫して良い打者を固めるのは、打線が弱いチームにこそ意味があるんや。三足打線の最適解って、秋山、森、浅村、山川、殿崎、栗山、中村、源田、金子なんかな。一番は絶対出塁重視がいい。最もランナーがいない状況で打席に立つ打順なんやし、いかに打てる人を固めるかの方が大事じゃねえかな。今年の阪神打線は一種の完成形よな。岡田監督と原前監督互いにリスペクト。巨人の原辰徳前監督65が28日、都内で行われた NPB アワードに出席。コミッショナー特別表彰で功労賞を受賞した。スピーチで原前監督は自身の35年間のプロ野球人生を振り返ると、2023年度は阪神タイガース、我々ジャイアンツのライバルチームでありました。そして素晴らしい日本一、そして岡田監督は高校、大学、プロ野球と一緒にやってきた一つ先輩ではありますが、同志であります。心より日本一の栄冠というものに対し、拍手を送ったというのが私の最後の喜びでありましたと、38年ぶり日本一となった阪神を称えた。阪神を38年ぶりの日本一に導いた岡田彰布監督が勝力松太郎賞を初受賞。受賞の挨拶では巨人の指揮官を今季限りで退いた原辰徳前監督をねぎらった。前回は僕が先にユニフォームを脱いで、2008年に。今回は原監督がユニフォームを脱ぐということで、もう少しお互いにライバルとして一緒に野球界を盛り上げるためにやりたかったんですけど、これもしょうがないなととタイミングを惜しんだ。岡田監督は2004から8年に阪神で第一次政権を引き、原監督は2から15年の長きにわたって巨人を引き、セリーグの監督同士で激突したのは今年が15年ぶりで、原監督は別のところから、別の方向からタイガースというかと発言。慌ててタイガースじゃない、野球界を、タイガースじゃないですね、野球界を盛り上げてくれると思いますと訂正し、会場を大いに沸かせた。じゃあまた第4次政権で待ってるで。イチャついててくさ、チナトラヤがこれはしびれるな。ツンデレどんでんほんまくさ。原監督は別のところからタイガースを盛り上げてくれると思います。わくさ、安倍に格の違い見せてるな。コメント力が半端ねえわ。原はほんまにコメントうますぎる。平成の名将2人がこうやって戦うのは15年前には想像もできなかったよな。こいつらほんま仲良しやからな。ドン原尊い、そら大学の全日本代表からプロでしのぎを削るまで一緒だったもんな。今の選手で言えばサトテルと牧だわ。やっぱセリーグの名将といえばこの3人なんよな。坂本ほんまメンタル強い。原、落合、岡田時代の監督はレベル高かったみたいな話、うざいと思ってたけどマジでレベル高かったのかって今年思った。当時野球見てないけど、レベルは知らないが球団史で見ても相当充実した戦力を持っていてバチバチにやり合った。俺が行ってきた中では一番激しい争いだった。落合、原、岡田、もっかい見たいな。どっか落合に声かけろよ。2008年原が岡田を首にした。2023年岡田が原を首にした。ええー、ライバルやんけ。原とどんでんって現役時代に FA 導入のために頑張った同志なんだよな。巨人阪神っていうか40年以上付き合いがあるんだから、親戚より身近なんじゃないか。そんな人間なかなかいない。原と岡田ってほんまに仲いいよな。もっとこの二人の対戦見たかったわ。もうこんな野球エリートたちは出てこないんかな。経歴というよりもプライドが高くてちゃんと力もあるタイプが。いい話だな。長い間お疲れ様でした。原監督ありがとう。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。